こんな感じですね。あ、いいな。サバッチャ、アウトドア来てます。里毛ですね。今日はあのサバゲと関係ないんですけど、ワークマン装備、やりたいと思います。これ今着てるのは、ハノラックパーカーですね。こちら、まあ標準でサバゲで着てるやつですね。中がパーカー着ております。新しいのが買ったので AB スタート、はい、ワークマンです。こちらがですね、焚き火強い、エプロンですね。一応コットン 100% ですね。名前が何だろう、アウトドアエプロンですね。アウトドアエプロン値段が、1500円で買いました。パンダの中だったら迷彩がある。これつけた感じがこんなになるんですけど、膝下まで来るんで、結構あれですね、いい感じだと思います。焚き火で多分燃えないような巨材だと思うんで、焚き火に最適だと思います。着てみたんですけど、全体図結構悪くない。これだと座った時にまで、あの焚き火のあれ、火の粉も大丈夫そうです。これポッケもついていて、着火スターとか全部入りそうなんで、かなりいいかもしれないですね。で今回、まあ、たまたま見て買ったんですけど、なかなか売ってないっていう噂なんで、結構ラッキーでした。あとこれいつも着てる綿かぶりヤックですね。旧タイプのものは売ってたんで買ってみました。まあ旧値段なんで、この値段で1991円で買えたんですけど、こちらの方あのかぶるタイプなんで結構悪くないです。でこれはまあ前レビュー載っけたんで、まあこんな感じだよってことで。ちなみにこれ 4L です。下にパーカーこれ着てても全然余裕で着れる感じですね。まあ、これは他のレビューを見てください。これが、前掛けですね。サバゲーフィールドゼロニモさんのカナコフさんにバレンタインでもらったんですけど、結構いいですね。まあ、つけるとこんな感じですね。居酒屋感たっぷりになります。これも一度サバゲーで今度つけるか、キャンプで使いたいと思います。これが今回のメインとなります。麺の、やっけですね。麺のやっけ、おっぱいしか映ってなかった。おっぱいばっか映ってるよ。これが、一応おい完全に狙ってるだろ。尺が伸びて、タグを伸ばすじゃん。それでこれが、大容量ポッケ搭載、コットンイズしかないんです。おい完全に被ってると思う。完全撮影に映りたがりじゃねえか、もう。なるほど。コットンポンチョ。フリーサイズしかないんですけど、これ結構、去年欲しくて買えなかったんですけど、まあ、要は、アノラックパーカーとかそれ系より下が腕が通さない感じですね。ちょっとこれ着てみます。あ、落とした。おい、サワリーナ、サワリーナの締め切りが1時まで、1時まで並んでる方で締め切らせていただきます。あと後ろ直した。これコットンポチョ、これ悪くないですね。去年から欲しくて全然買えなくて、今年再編されたんで買ってしまったんですけど、こちらなかなか、あれ、これどこ、前どこ、こうか、だね、うん、これどう、これいいよね。こんな感じですね。あ、いいな。うん、これいい。もう一個買おうかな。お値段が2900円。お、安い。2900円。こちらこれサバゲーでも使えねこれ銃に呼んでないどう。おー、なんか AK とかの方が入るよ。下の AK 買ってくれます。
リアルだこれ悪くないよね。こちらコットンボッチャかなりおすすめです。で座った時、まあ、ここまで、お、これいいな。座った時、ここまで来るんで、焚き火にした時も完全に椅子の方、椅子座っても大丈夫そうです。で動きやすい、腕が遠くに動きやすい。さっきほっかぶりしてる。I believe back